それはどういう意味だ？肉と野菜、どっちが好きかって意味か？なるほど。で、俺はどっちだと思うんだ？積極的か？お前の予想は外れだ。どちらかというと、食草系だ。さっきの解説の内容は、ちょっと意外だったけどな。俺はそういう流行り言葉に疎いんだ。わかった。話を聞くときはノートを持ってくよ。冗談だ。だがお前の話は何だって真面目に聞くよ。あ、そうだ。ところで、お前のテスト結果は？それは当たってるんじゃないか。お前はいつも積極的だし、楽観的に物事を考えるタイプだ。例えば高校の頃、あ、いや、違うな。お前は番組制作中のトラブルにも、いつも真剣に解決法を探ってる。簡単に投げ出したことなど、一度もない。俺はそんなお前が素敵だと思うし、好きだ。でも実際は、一日も休まず出勤してるだろ。それどころか、病気の時ですら、俺を騙して出勤していた。俺にとってはどうでもよくないからだ。お前が何系であっても構わない。俺は、ありのままのお前が好きだ。